こんにちは、フランス在住のともこです。今回はいつもとおなじみの1週間分の買い物と献立の動画をしようと思ったのですが、以前質問を募集した時に視聴者さんから保存法、食品の保存法なんかも知りたいというリクエストがあったので、今回の動画はすごく長くなってしまったので、また前半と後半に分けて、前半は1週間分の買い物とあと食料品の保存法、今回は花の苗なんかも買ってきたので、最後の方にお花のプランターの寄せ植えなんかもちょっとお見せしたいと思います。今週もリドルで1週間分の買い物をしてきました。まずはお肉とお魚からお見せしたいと思います。これはささみの XXL サイズが、こんにちは、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。今週はささみの XXL サイズが安売りしていたので、これを1パック、白身魚を1パックで、これはベーコンの切れているやつ、アルメットを1つで、ソーセージと七面鳥と、これはイタリアの生ハムで、これは普通のハムで、今週はクレオールのルガイを作ろうと思うので、スモークとソーセージを購入しました。でスーパーももう春でたくさんお花が売っていたので、これはペチュニアで、これはカーネーションで、これはトマト、を購入しました。でこれはバジルなのですが、これは普通に植え替えせずにパスタソースで、まあ、一気に使いたいと思います。でココナッツミルクとトマトとトウモロコシのオーガニックの缶詰で、パスタで、こっちがバレンチーノのお菓子、チョコレート入りのお菓子ペピート、あと私のスナックの、これはピーカンナッツと、これはチョコレートのビスケットですね。でこれはリンゴとかフルーツのコンポートで、バレンチーノが食べます。でこっちは貝の形 の、 マドレーヌで、これはいろいろなタイプのお菓子が入っている、なんか小さいパックに小分けしてあるので、公園とかに持ってくのに便利かなと思って購入しました。でこれはオーガニックの牛乳が6パックと、でビールが、フランスのビールも1パック購入しました。次は野菜と果物です。で、人参、アーチチョーク、ネギ、赤玉ねぎ、アボカド、牛の心臓のトマト2つ、バナナ、パプリカ、アボカド、ライム、レモン、マンゴー、パイナップル、ミニトマトと、で次はチーズで、まあいつもと同じなのですが、これは牛のオレンジ色のお花の形をしたチーズで、でこれは羊のチーズで、これがヤギのチーズです。今回はエマンタールといって、なんかサンドイッチとかに入れれるチーズと、あとモッツァレラ、トマトと食べたら美味しそうなのでモッツァレラと、これはクレームフレッシュと白いヨーグルト、ナチュラルなヨーグルトを2種類、こっちはギリシャのヨーグルトで、こっちはなんかトロッとした形のヨーグルトです。でキッシュのパイシートと、あとオーガニックのパンを2種類、こっちは白いパンで、でこっちはなんかいろいろ粒、なんかごまとかいろいろ入っています。でこれは朝食に食べたりするショコラチンで、エースのスナックと、でこれはナツメグで、これはローリエの葉っぱですね。あと言ってないのは、あ、これはバニラビーンズ、もう今週バカンスなのでお菓子を作ろうかなと思っています。でこれは小麦粉ですね。全部で約130ユーロくらいでした。私たちは共働きの夫婦で結構忙しくて、日本だとジップロックに日付を書いて詰め替えて冷凍保存する方が多いと思うのですが、私の場合は
適当にお肉のパックごと冷凍なんかしています。あと去年のコロナが始まった頃はちょうどロックダウンで仕事に行かなくてよかったので、あのスーパーの食品のパッケージなんかを消毒していた時期もあったのですが、仕事が再開してからはもう忙しくて全然そういうことができなくなってしまって、まあ不衛生と思う方もいらっしゃると思いますが、まあこういう感じの人もいるのかっていう形で見ていただけると幸いです。パンは普通にこのままちょっとあんまりくっつかないようにふわっとさせて冷凍しておきます。ショコラチンもこのまま普通にふわっと置いて潰れないように冷凍しておきます。でお肉も普通にこのまま冷凍してます。これは冷凍餃子で、あとフランボワーズなんかもあります。人参はこの葉っぱの部分を切ってそのまま野菜室にボンと入れておきます。チーズはこのロカマドウとこの羊のチーズが結構柔らかいので、これを先に食べて、これはシューの後の方に食べます。まだちょっと硬いので。レタスは小さい場合はこうやって密封されている容器に保存しています。その他はビニール袋とかラップで包んでいます。フルーツとかアボカドとか生姜はこの辺に置いておきます。トマトはさらに入れておいて、でお肉は普通にこうやって保存しています。で野菜はこんな感じです。その他大きなパックで食材なんかを買うとお買い得なので、そういう食材は購入して週の初めに冷凍せずに使って、週の後半ではまあ下準備、サーモンだと皮とかを取って塩コショウとかして、でそのまま何個かに分けて冷凍保存しています。そうすることによって仕事帰りの夕飯の準備もすごくスムーズにいくのでおすすめです。半分は冷凍しておいて、で半分は今からカレーを作っていきたいと思います。ハンバーガーのステーキを2食分と、でこれはロールキャベツなので1食分ができました。これを冷凍しておきます。もう夕食後でバレンチーノは寝ているのですが、サーモンの皮を取ってで冷凍しておきます。でこれ1食分2食分、これは私とルドのランチ、平日の日に食べようかなと思ってます。次はお花の寄せ植えの動画なのですが、約2ヶ月前にプリムラの可愛いプランターの寄せ植えをしたのですが、害虫にちょっとやられてしまってお花が枯れてしまったので、今回はお花の部分だけ変えていって、あとアイビーとかワイヤープランツはまだ生きてるので、そのちょっとだけ半分だけ植え替えしたいと思うので、よかったらご覧ください。この前プリムラをここに植えていたのですが、害虫にやられてしまってちょっとダメになってしまったので、ここに今日は違うお花を植えていきたいと思います。でここのプリムラも枯れてしまって、これだけ生き延びているので、これはちょっともう花が咲ききっていて、もうちょっと咲くかな。この辺は新しいお花が咲き始めているので、切ったらまたもうちょっと咲いてくれるかなと思っているので、これをちょっと切って、でこういうところにある根元にある葉っぱなんかを掃除していきたいと思います。こんな感じでちょっとお掃除しました。あのちょっと切ってたら中にたくさん小さな花が生え始めてきてたので、この植物はもうちょっといけるかなと思ってます。はい、入れてって、はい、はい、お花を植えて、この間に土を入れていきます。
漏れちゃった、ね、早かった今のも早かった。ママやる？できますか？はい、お花の植え替えができました。こっちは紫と白と紫の2色のペチュニアを植えて、でこっちはリアンチュスを植えました。でトマトも買ったので、これもちょっと大きな鉢に植え替えました。こんな感じでスーパーの買い物をした日は、冷凍保存、半分ぐらい冷凍保存したり、あと下準備をしたりしています。あとスーパーに行くといつも可愛いお花が売ってるので、まあ切り花を買ってきてブーケにしたり、あと今春なので花の苗を買ってきてプランターに寄せ植えを作ってたりしています。まあ、前回のプリムラの寄せ植えの動画気になる人は上にリンクを貼っておくので、よろしければご覧ください。もうステイホームの時間が1年以上も続くので、家にいてちょっと飽きてきている方も多いと思いますが、まあバルコニーなんかにプランターにお花を植えたりして、ちょっとでも気分を上げてで見たりすることをお勧めします。あと次回の1週間分の献立の動画はフランスの南の島の国の料理をちょっと紹介したいので、ぜひお見逃しなく。それでは今日も素敵な日をお過ごしください。アビエット。